です。です。久々の島だけど、もう動画撮れんな、島上がってる動画が。完璧すぎて。足場が完璧すぎて動画が撮れ。そう、見せられない。あ、見せられない。見せられない。完璧って人気すぎてのもんね。人気すぎて。もう足場工事やってないんだけど、今日の動画はちょっと初めての人にも説明するわ。あの、まあ、ミッチーっていうのが、まあ、俺に殴られて、クビになったんですよね。それは責任者だな。そうですね、責任者。で、まあ、ちょこちょこその動画、まだ今も出てるんで、まあ、クビっても正直、まあ、いい別れ方して、3週間ぐらい15日で1ヶ月ですね。1ヶ月。そうそう。で、まあ、これ1ヶ月経つんですけど、まあ、そのタイミングで YouTube もやったんだね。足場の YouTube チャンネル。なんていう、あの、チャンネル名だ。塗り替え道場、足場。バカ野郎それ必要だよ。塗り替え道場、足場班っていう YouTube チャンネルがあって、まあ、今、ちょっとチャンネル登録者多いけど、まあね、実際、これ YouTube の中では、まあ、面白い話とかいろんな話もしてるんですけど、まあ、実際の会社、いや、なかなか珍しいな、このメンバーが現場、一現場で。ああ、ね、確かに。ないです、はい、まあ、全員よりと、としてるのかな。今日なんか、みんなの写真ですよ。あいつだけで、寝てる方し、会社に近くです。あれは乗ってないですよ。乗されないです。だから乗ってなかったの。はい。やろう。あれ、お前何やっとんのお前さっきからお前マイク。バカじゃねえかあんの野郎。やばい。やっぱ欲しがりや。なんでお前 YouTube やったの。いや、欲しがりや。やっぱ欲しがりや。欲しがりやだ、欲しがり。爪痕残してくるな、こいつ。忘れんでしょ。まあ、ってお前つけとっても、こことここしかマイク聞いてないんですよ、2個しかない。でこれからちょっと音にこだわって撮っとるんで、ちょっと聞きやすいと思うんですけど、行って喋らんからね。そう、社長がさっきから動くたんびにこいつが、ピクッ。近くのやつみたいな。近くのやつみたいな。めちゃくちゃ面白かったな、俺。敏感性。めちゃくちゃ面白かったな、こいつが。あおるみたいなことじゃん、あれ。あれ見てめっちゃ笑ったもんな、面白かったよ。で、まあ、柴さん実際に。まあ、責任者ミッチがもう現場も抜けとったから、彼の場合は。あとはもう抜けてましたね。で、1年ぐらいやってたの。もうちょっとやってるか。1年半ぐらいか。1年ぐらい。現場抜けてな。で、管理がなんか打ち合わせだっていうのもやってて。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。楽しいですか？大丈夫ですか？声が聞こえますか？うるさいです。大丈夫ですか？ちょっと YouTube やってるんで。すいません。ってことで、はい、声入っちゃうけどよかったですか？声ぐらいは使っていいですか？顔映ってませんもん。大丈夫ですか？可愛い。っていう中で、まあ芝藩が実際にやっぱどういうふうに分けたあいつの仕事を、まあ、現場で中でやってるの大変でしょうか？基本はリュウジ君がやって、うん、まあ二人はさ基本ってのは何？まあ、見積もりの打ち合わせはリュウジ君です、うんうん、まあ、見積もり打ち合わせ、まあ、だって商談関係か。そうですね。で、お前は何やる、まあ、日報の管理だとか図面出しとか。そうです。図面出しはみんなやります、うん、みんなやります。お前何やるの？何もやってないです。やってないってことないだろう。そうです。工程と応援のためですよね。あの日報は日報を僕やってます。誰がやってます？僕やってます。よう間違ってました。あのそのせいでだからイケメンは何やってるの？何やってるの？下に撮れちゃったやつ。怖い。怖いっす。ここなんかやってるでしょ。グエッと出したっけ。あ、そうです。こちらだったんか。あ、そうっす。なあ、何やってるの？偉いな、でも朝一人遅刻しようかな。ベトナムして、国民会をしてな。そうっすね。そうっすよ。実際そのチームとしては何やと。何やっとんすか。まあでもやっぱサポート、サポートさ。フォローしようか。あの、ベトナム人の送り迎え。送り迎えと。元々やっとったやん。いや、あの、ミーティングに参加する。ミーティングに参加？あ、ベトナムの。ああ、そうだな、お前来とるな。で、まあ、俺は一つ感じることは、ミッチーってあのさ、出力っていうかさ、そのポテンシャル高いけど、やっぱいい加減じゃん。そうっすね。あの、こいつ今にオプションでまだあるもんね。どうだ、いい加減だろ、あいつ。
いいぐらいのいい加減ですよ、やっぱ。いいぐらいのいい加減。お前まだ、カメラお前もう一回いいぐらい、やばい。なんでいいぞ、お前。怖いっす、怖いっす。いいぐらいのいい加減なんでいいよ。じゃあ別にそれはいいのは。あの得意不得意なんだけど、俺もどっちかというといい加減なタイプじゃん。だけどそのまあ突破力みたいなのがあるじゃん。でお前らってきちっとしようじゃん、どっちかというとみんなね。だから、評判はいいし、やっぱ変わってきたよ。足場班自体が、しょっちゅうジムとも喋ってない。そうですね。私はずっとお前暇だもんね。女の子喋ってるもん、喋ってるから。しょっちゅう私は喋っておんの。女の子とまだ見たことないですね。はい。いや、でも何件。女の子と見たことないっす。なんていうの。ただ、女としてジムの人間ぐらい。知ってなお前、キャンプ行った時なんか楽しそうしちゃったよ。知ってな一番楽しそうしてたら、相沢さんすからね。あ実際に、ね、足場どう変わっていいな。やっぱ変わったよね。よくはなっていいなと思うんだよな。まあ、よくはなってるから。ミッチーは俺も昨日回ってもすぐ変わった。うん、で昨日も、まあ、用事があったもんで、出てこいよって言ったから、いや、朝早いんでやめてきますって最初に言って。うるせえ、早く来いって。たまたまテンパクが俺テンパクで昨日飲まなかったんで、はい、すぐ近くなった。あいつ家近くだろ。そう梅田の駅から近い。あ近い。めっちゃ近いもんで、じゃあ来いよって来て顔出して、はい、でまあ早く帰ってて、早く帰ってたら、まあ、12時に帰ってるから。で、俺なりまあ芝藩実際変わったなーっていうのは感じるけど、はい、もうちょっとそれ言ってもらうとネタにならんだけど、はい、何が変わったやっぱやる気じゃないですかね。は個人のやる気が。やる気が変わってた。全曲になりましたね。出ましたね。いや、もうそこだけだと入れられてる。出ましたね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 。そうですね。こいつもすます喋らんくなってるな。真剣になってるよ。今日でも仕事はまあやっぱ顔つき違うな、やっぱりっていうのが。まだもうちょっとあれはみんなやってほしいわ。もう真剣にやってるもんな。やってる。無理が違うもんな。それだけっすね、取り柄はそれだけです。かっこいいな。両前好感度上げようとしてない、こいつなんか。やば。本気で狙いに行ったんだよ、お前。ただ声がちっちゃすぎたら、入ってるかわからない、前から。ただ声がちっちゃすぎた。全部カットされたわ。取り柄です。取り柄？取り柄です。ない現場の、まあ、職人、まあ、好きなんだろうな。はい。好きっていうか、まあ、本当パッパパッパやってるしな。走ってやってるし。あんだけの高さでパッパパッパやってたらすごいな。はい。今ここ、5階建て ?6 階建て ?7 階か。うわ、6階、7階ぐらい。6、7ぐらい。そうっすね。じゃあ何、何お前からしたらどんな風に変わったかな。どんな風に変わった、うん、やっぱり、そうですね、元請けさんとかからもちょいちょい言われます、うん、ああ変わったねって。そうですね、まあ、良くなったねって、まあ、でもやっぱ最初は心配とか、うん、大丈夫かみたいな感じだったんですけど、うん、でも全然、うん、良くなった。いや評判はいいよな。そうですね、うん、なんか俺も聞いとる感じ、見とる感じだと、まあジムとかからもそうだけど、営業もそうだけど、ミッチだと結構忘れたとか連絡してないとか、 あいつ、いや、一緒一緒、大丈夫大丈夫みたいな感じじゃん。そういうのはなくなったよな。まあ、それで、まあ、労働時間があんまり増えすぎてもいかないけどな、うん、10分でできること1時間やりすぎてもいかんし、まあ、その10分できることやらんのもいかんし、細かいところ、まあ、細かいことに気をつけてますね。チャットでも、うん、ジムの人間に話すのも、うん、今、あ、これだなと思ったらもうすぐ言うですね。あー、そういうことね、はい、ジムもそこに答えてくれるコンタクトなので、まあ、ある意味、ミッチが抜けて、あいつにとっても良かったし、うん、足場にとっても良かったんじゃないの。はい。だよな、はい、やっぱりやる気が出てるだろうし、で、実際に仕事は取れてきたの。変わってはないと思います。ただ、増えたかって言われたら、うん、うん、って感じですけど。でもなんか、あいつだろ、ミッチがなんかちょこちょこ、ちょこちょこ持ってきたでしょ。なんか、よそはあちこちうろうろしとるような仕事とかあるから。そうです、そうです。で、遅刻はどう？はい、遅刻はどう？実際に遅刻は？遅刻はちょいちょいっす。そう、どうやこいつがしましたね。ちょいちょい痛い。ちょっとこの間バカ野郎言ってよ、あれって面白かったんだけど。最後怒れ、もう最後怒れ、もう最後怒れ、バカ野郎。何喋ったのか分からない。ゴー。ダメじゃない。
ここですか。え、聞きたいな俺。怒ってよ。まあ、ここで、まあ、聞きたいな。本気で怒ってほしい。本気バカ野郎じゃんって、こうだろって、だからダメだろって、ちゃんとちょっと、一回、怒ってみてほしい。なあ、お前な。なあ、遅刻ばっかしとったら勘だろう。そうっすね。なあ、ベトナム人見とるぞ、お前。なあ、分かっとんか。なあ、おい、おいて。頑張りました。後ろ顔ってはめっちゃ喋ってるか分からんけど、じゃあうまく意識してます。事故説教事故説教事故やけどじゃないですか。やけどなんだよ。どうしたんか。近所のおじさんが、まあ、なんだろう、お前なーって、居酒屋のような声もさ、飲んで、隣の席で、お前ら YouTube やっとんか、あの感動はもう、もう、大きいなー、いや、静かに言ってみたら、そんぐらいになるんですよ。そう、なんか差がある。大型やりたいですね、やっぱ大型を。大型やりたいですか。大型メインです。ああ、そういうのか、はい。大型増やしていきたいなって。でも、誰の仕事結構取ってるだろ。取ってます。大型が多いですね。でこれを増やしていきたいなって。そうですね。まあ単価もいいし、大変ないし。まあ一個、まあ、飛んだとしてもそこに人間ぶち込めるんで。ああ、そういう。まあ段取り調整がいけるので。そうですね。まあ、それある。常時これ15人から20人ぐらい上るのね。これが30人、40人になれば、まあそれ調整もできるし。できます。まあそれはいいんじゃないかなと思います。楽しみにします。はい。はい。まあ、ないでー。